はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、スリップノットでございます。まあこれスリップノットのどっちのギタリストかってい こう決めはせずに挑んでるわけなんですけど、これの後ともう一個後の動画に続くための動画として撮っております。たまにチューニングしないとね、すぐ来るんですよね。で、この今回次その次と何が大事かっていうと、ドロップチューニングであるということと、ジェントサウンドなのかどうかっていうところですね。僕の中でこの HX トンプを作るジェントって、もうこのキンキーブーストとかブースターの後にホライゾンゲートかけるか、ホライゾンドライブ一発いくかなんですね。で、スリップノットの場合はジェント入れてるのかよくわかんないですけど、まあこれこのままでも4つじゃないですか、エングルの音。それをホライゾンドライブ足すことで、ちょっとトレブル強めのっていう感じのジェント風の、ジェント風のって言ったかな、ジェントのサウンドにしております。例えばこれ先の2つをつけると、こんな感じなんで、ちょっと丸みというか音の太さが残るような感じなんですね。まあ皆さんがどっちが好きか選んで使っていただければと思います。今回のチューニングはドロップ B です。なので前弦1音半下げして6弦だけさらに1音下げかな、はい、となっております。それでこの感じです。まあ、一個一個パラメータだけお伝えしておきますので、好きな組み合わせを使ってみてください。キンキーブーストドライブ 5.5、ブーストオフ、ブライトオフ、ホライゾンゲート、モードギターセンズ 7.0、 エクステンドでレベル0、ホライゾンドライブ、ドライブ0、アタック3、ブライト 2.6、 ゲート10、ゲートリングですかね、エクステンドレベル 4.0 です。で、エングル、ドライブ 3.1、 ベース 4.8、 ミッド 6.5、トレブル 8.1、 プレゼンス 7.4、 チャンネルボリューム 8.5、 トレブル高めにするのがポイントです。マスター 4.2、 サグ 5.0、 ハム 5.0、 リップル 5.0、 バイアス 5.0、 バイアス X 5.0、 ミッドブーストオフになっています。これオンにしちゃうと雰囲気壊れるんで気をつけてくださいね。これがこうなってダメなんですよ。このなんかこう機械的な音というか、それが残った方がいいんですよね。これをっていう感じに。で、最後のキャビネットがマイク57、ディスタンス 1.0、 ローカット80、ハイカット 8.0、 リフレクト0、レベル0となっています。で、 IR はこれですね、僕の IR が入っております。これね、まあこれこの2つはあのスタジオで鳴らすことを前提に入れてるので、キャビネット入れ替えてもらっていいです。あのタクロクの場合はこの1960とこの僕の IR を、まあ、前の動画見てくれたらいいですけど、この2つを使うとアンプで限りなく家と近い音が出るよっていう設定の2つです。以上です。はい、いいですね。もうこの音聞いちゃうと他の音に戻れなくなっちゃうんですよね、はい、これあのちなみにジェントを抜くと、っていうリンキンにも使えるので、リンキンもドロップ B なんでね、参考にしてみてください。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。